はい、ということで、どうもゆうやです。さあ、今回もドラゴンクエスト10を超えてゆけ。10周年おめでとう。続きからプレイしていきましょう。多分だけど、今12時ちょうどだから、来たね。ちょうど来た。眠れる冥王と導きの抱擁だね。うん、いや、これ読めるようになったね。あの、バージョン4のストーリーのおかげでね。うん、抱擁っていうらしいよ。レトリウスとかね、そこら辺の話の時にね、出てきたね。うん、調べてよかったわ。で、これか。レンドワ駅の放浪の隠れ、あー、エルジュがそっちで待ってんだね。黄金の花びら、10個欲しいよね。なんで1個なの?10 周年だから10個ぐらいくれや。さて、来たぜ。放浪さんよ、お邪魔しまうま。さ、エルジュいるのかな。みんな来てる。みんな来とる。あと、いろんな人がいる。ちょっと待って。逆に、間違えた。ルシェンダさんは。ルシェンダさんいないね。マジか。他いないんだ。ちょっと一回ブロッケンあたりから話聞こう。ブロッケン様は思考中である。先にそこのエルジュと言おうと。エルジュいた?あ、いた!ごめん、埋もれてわかんなかった。いたわ、あそこに。うん、話を聞くので、R。やっべ、あいつがわかんなかった。ホーローは。待っておったぞ、ヒューガー。突然500年前のハジャブネシだというエルジュという青年が訪ねてきてな。あれ?あいつ出てくるかな、ハルナ。本当の名前忘れちゃったよ、ハルナ。ごめんな、ハルナ。ハルナじゃないんだけど。名前忘れた。あいつ関わり合い少なかったからさ、現代のハジャブネシの名前完全に忘れちゃった。お主から話だけは聞いておったし、今は猫の手でも借りたいところゆえ、猫可愛いよね。ひとまず信じてみることにしたのじゃ。しかし目くらましの術で入り口を隠したこの隠れ家を探し当てるとはなかなか頼りになりそうな。そうだよね、だってエルジュだって、まあいろんな術使えるけど、使えてたけどハジャブネシだもんね。うん、四大術師だもんね。うん、そりゃわかるよ、こんなところ。こんなところって言った。まあいいや、賢者エイトス。闇の禁煙ブレムだの、ネルゲル復活だの、500年前から来たハジャブネシだの、全く次から次へと。俺、5000年前から来たけどね。俺、0、1個多いけども、エルジュより。俺の方が上じゃね。500年前なんてもう、最近じゃん。俺古代から来てるから。とはいえ世界の危機とあっては英知のカミリの一員として見過ごせぬ。賢者エイドス、一つ力になってやろう。おお、いや、いい、なんかさ、ストーリー進めてくたびにこの人たちの偉大さに気づいてく。なんか最初はなんか役立たずじゃねえの、このジジイたちとかもなんか思ってたけど、ジジババたちで、ジジイたち、お姉さんたち、ちょっと役立たずじゃねえか疑惑が俺の中であったけど、なんかね、ストーリー進めていくたびにね、こいつらのね、信頼度というか、なんだろう、すごいんだなーってのがわかる。まあいいや、行くか。エルジュ、おしさ、ちょっとエルジュの声っぽく。驚いたかい?こんな感じかな。驚いたかい、ヒューガー。僕の死からこの場所のことを聞いていたので先回りしてみ。お前の死誰よ。僕の死誰。エルジュの死って誰よ。だってこいつ死いなくね。別にお父さんもう亡くなってるし。うん、初めに君に謝らなきゃな。闇の起源ブレム青を奪ったケイトという女は取り残し、追いかけてはいたんだもんな。そうだったな。うん、だが残る闇の禁煙ブレムを僕たちが先に手に入れられれば最悪の事態は防げるはずなんだ。あー、そうだな。いや、でも結局これ集めたらまずいんじゃないの。だって一箇所にそれが全部集まると、ネルゲルが復活んだもんね。まあでも復活してもあいつボコボコにできるけどね。今の俺だったらもう何の苦労もなくあいつを倒せると思うけども。頼む、ヒューガ、僕と一緒に闇の起源ブレムを探してくれ。うん、まあ受けましょうか。黄金の花びら10倍欲しいな。欲を言えばもっと欲しいけども。君ならそう言ってくれると信じてたよ。
ありがとう、ヒューガ。任せてけ、エルジュ。改めて自己紹介しよう。僕は、ハジャブネシ・エルジュ。何年経ってんの？俺が出会ったのは10歳って言ってたよね。お前何歳？身長だいぶ伸びたけど、俺逆に下がったけど身長。メインストーリーの時はね、多分同じぐらいの身長なんだろうけど。500年後の世界に一度滅びたはずの冥王ネルゲルが蘇り、世界が滅びるという予言を覆すためにやってきた。あれかな、フォステイルあたりに言われたのかな、あいつが予言して。かつてヒューガーは時を超えて500年前の世界を作ってくれた。今度は僕があなた方を助ける番だ。いやー、そっか、あの時のことをずっと。ありがとうな、エルジュ。共に闇のキーエンブレムを探し出し、冥王ネルゲル復活を阻止しよう。わかった。現在闇のキーエンブレム緑は、緑、この前手に入れてたね、あのプスゴンが持ってたやつだ。賢者ホーローが保管して入れてくれてるから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 。青は謎の女ケイトに呼ばれたままだ。セクシー姉ちゃんね。残る闇のキーエンブレムは3つ。赤、黄色、桃がアストルティアのどこかにあるはず。でもなんとなく色合いでわかんじゃないかな。赤はグレンじゃねえや、この オーグリードで、黄色がどっかで、桃がどっかだもんな。やばい、わかんない。やばい、情報量少ねえ。どっかにあるはずだな。僕はこの時代の地理には疎い。皆さんと情報交換をして闇のキーエンブレムのありかを突き止めたい。そうだな。てか、あれどうなんだろうね。この昔の500年前ってさ、結構焼き滅ぼされちゃってんじゃん。どうなってんだろうね、500年前の世界って。賢者エイデスと賢者ブロッケンに何か考えがあるかもしれない。ヒューガ、君も話を聞いてくれ。わかった。じゃあまずホーローに聞くが、ブロッケン今寝てるから、まあいつも寝てるけど。ヒューガが500年前の世界を救い、今度は500年前の青年がこの時代を救うために現れる。ドラマティックかつハートフルな友情物語じゃの。まあそうだね。いや、来ると思わなかったもん。てかさ、俺思ったけどさ、何今このおっちゃんみたいなプクリポ。かわいい。いや、いや、あのさ、なんだろう、いや、来てくれたのは嬉しいんだけどさ、だからこれって反動あるんじゃねえかな、来たからさ。いや、ほら、エテーネの、しかも王族の血を引くものじゃないとさ、あれじゃん、時渡りのさ、反動があるじゃん、呪いがかかっちゃうじゃん。大丈夫なのかな、エルジュは。ハジャブネシの何かしらの力でそれを受けないのかな。あと、お前何もくれないね。あれ、エイドスとブロッケンって言ったっけ。じゃあ、ブロッケンから今日。ブロッケン様はこれ当たりがないか真剣に思い出しておられる。しばらく時間がかかりそうなので、ある。先に他の賢者に当たるといいのだ。わかった。エイドスか。エイドス、やっぱお前か。あいつの、こいつの声どう出すの。闇のキーエンブレム緑は、なんか違うな。エルトの大陸にあったそうだな。そして生まれた闇のキーエンブレム青は上な諸島に突すると、残りの3つのありかもおのずと想像がつくというものだな。そうだね、あと3つってなるとドアチャッカー、プクランド、あれか、オーグリードか。他の賢者たちがどう考えているかお前からも聞いてみてくれ。わかった。探すため、みんなから来た。あ、ホーローにも聞こうってかな。オッケーオッケー。500年前、ヒューガはレイラメテスを破壊し、わしらの時代でも冥王の心臓でね、冥王ネルゲルトを倒した。クソザコでしたね。はい。過去も現代も平和になったはずじゃが、なのにネルゲルが蘇るというのは一体どういうことなのじゃ。そうだよね。誰の、あれで動いてんだろうね。いや、そうだよな。いや、ネルゲルだって、そもそもさ、あいつがどう、誰の意図で生まれたかっていうのが分かってないんだよね。どこの魔族の手先で、ね、誰が作ったのかっていうのがさ。で、結局、あれだもんね。名前がすっ飛んだね、頭から。大魔王、マデサゴーラね。めっちゃ頭からすっ飛んだ。マデサゴーラは結局、あいつに力貸しただけだから、あんまり関わり合いないんだよね。
ネルゲルがどういう存在かよくわかんねえんだよな。おっと、レイダメテスが海に墜落した後、僕たちは四術師を、僕たち四術師はその残骸を徹底的に調査した。海底深く沈んだ冥王の棺は行方不明だったの、あれって。ヘテーネの村を襲撃したネルゲルはここから生まれたものだろう。いや、そうだけど、あれか、海底深くすぎたのか、あれ、深くに行きすぎたのかな。だがレイダメテスの残骸から見つかったものが一つある。なんだろう。巨大な蛇国水晶、レイダメテスによって命を落とした多くの人々の魂を宿したものだ。あれ、蛇国黒キーエンブレム。おっと、まさか蛇国水晶。もしレイダメテスが破壊されず、蛇国水晶と冥王の棺が揃っていたなら、完全なる冥王ネルゲルが誕生し、世界は瞬く間に滅ぼされてしまったことだろうと四術師ガミルゴが言っていたよ。そうなんだ。なんと恐ろしい。まさかその蛇国水晶が闇のケムレムと関係があるのか。関係ありそうだな。いや、関係ありそうだぞ。そのキーエンブレムがだから蛇国水晶なんじゃね。その通りだ。はじゃぶね師である僕と当時の四術師は蛇国水晶をどうにか5つに砕き、なるほど。士族神の加護を受けし聖なる勲章キーエンブレムを台座とし、蛇国水晶を5つの闇のキーエンブレムに作り変えた。そうだ、お前たちがあれ作ったんだ。なるほどね。そしてアストルティアの5大陸にそれぞれバラバラに封印したというわけじゃな。ホーローの声だったこれ。この時代に来てすぐにエルトナ大陸の封印を確かめに行ったが、時の流れに消え去ってしまっていた。やっぱ500年は長すぎたか。ベナ諸島も同じだ。残りの赤、黄、桃の3つの闇のキーエンブレムを封印した場所も効力を失っている可能性が高いだろう。そうか。エイドス、どうした。そうだ、思い出したぞ。3人の賢者とヒューガが集いし時、陶器地より訪れし客が赤き桃を求め、何その言い伝え、聞いとらんよ俺、初耳よ。赤き桃、亡きアルベ王妃はこのことを予言した。アルベ王妃がこれを予言してたの。今から15年ほど前、亡きアルベ王妃はある予言とともに一通の手紙をわしに託した。3人の賢者とヒューガが集いし時、陶器地より訪れし客人が赤き桃を求めたならば、この手紙を開封せよ。じゃあお前ずっと持ってんだ。それがアルベ王妃の予言だった。当時は行方不明だったが、意味不明だったが、行方不明でどうすんだ。なるほどな。この手紙がこれだ。その手紙がこれだ。やばい、読めなくなっている。早速開けてみよう。わかった。この手紙を読んでいる皆さんにアルベちゃんからお願いがあります。闇のキーエンブレム桃はアルベちゃんがメギストリスの都の噴水公園した。闇に隠したから見つけて封印してね。アルベちゃんナイスじゃん。アルベちゃん、それとこの手紙が読まれる頃にはラガースは一人ぼっちだから、みんな仲良くしてあげてね、アルベ。いやでもあいつはもう仲間がいっぱいできたぜ。闇のキーエンブレムじゃないや、これはエルジだった。闇のキーエンブレム桃が、メギリストリスで、メギストリスの都に、このアルベ王妃というのは何者なんだ。案ずるな、亡きアルベ王妃はかつて余地の力でメギストリス王国を救いし者だ。そうだね。救ってくれたんだよ、魔族の手から。あいつも魔族だったんだよな。もう名前忘れちゃったけど。それに今優先すべきは情報の出の声よりも、魔物どもより先に闇のキーエンブレム桃を手に入れることではないのか。そうだな。異論はない。ヒューガ、君はメギストリスの都へ向かってくれ。僕は他の大陸を一緒に行こうぜ。一緒に冒険しようぜ。昔冒険した仲じゃん。闇のキーエンブレム桃を見つけたらこの隠れ家で落ち合おう。頼んだぞ。分かったけど、なんかないこれ。観葉植物か、ただの。まあ、行くか。
こっちか。ありがてえな。そっか。優しい人って言ったもんだな。あ、でここが網やみ、網やみある、網やみ。網やみこれじゃない？え？あ、これか、これか。宝箱ある。あったよ。網目状の格子窓、格子戸の向こうに宝箱のようなものが見える。どうやらここが網やみのようだ。いいね、ここにあったんだ。格子戸を開けて、あー、ちょっと待ってよ。なんか来そう。あ、大丈夫？あー、空っぽだった。な、マジか。よく見ると空っぽの宝箱の底にカードのようなものが入っている。ヒューがカードを読んでみた。おっと。たぶん、あー、あいつら。だんだだだん、参上。このお宝はいただいていくぜ、あいつら。カードの裏側にも何か書いてあるようだ。ヒューがカードを裏返してみた。ん？大盗賊団、大盗賊ダンダダダン。もう読みにくいよねこれね。新規団員募集中。入団希望者はアルベ、あ、間違えた、オルフェア地方西井戸の底のダンダダダン。ダージュ黙れ。懐かしいなこいつら。うん、先にお宝を持ち去ったようだ。アルベチ、あ、間違えた、アルベと間違えた。オルフェア地方西にあるなんだだだんアジュと行ってみよう。わかった。もうあいつら懐かしい。え、カンダタもいるかな。ゾロゾロ行く。ゾロゾロ行くな。よいしょ。フルッチ、なんかこっちにみんな行ってんな。はあ、ひどい目にあったな。パクレ警部は僕たちより、ああいうやからを取り締まってくれよ。パクレ警部、いまだにか、あいつ。はあ、メギストリスの都でダンダダダンの犯行声明カード見つけた？そうとも。お前らやっぱやった。いや、まあ、やってない雰囲気出してたのにやってたんだ。やってないのかと思ったけど。すごいお宝の噂を聞いて、僕たちがあなたから僕を見つけたのさ。どこにあったのそれを。ところが、お宝をジュートまで運ぼうとしたら、突然変なトンブレロに、あ、トンブレロ。あいつか。と思ったら今度は知らない女がトンブレロを蹴飛ばして、あはは。踏んだり蹴ったりなのか、踏んだり蹴ったりっていうのか、これを。うわ、助けてくれた俺を言おうとしたら、女は僕たちにもパンチを、あいつとんでもねえな。パンチを食らわせ、お宝を奪ったんだ。お宝取り戻したきゃこのケイトと勝負しなってすぐ思われたけど、僕たち立ち上がることもできなくて。かわいそう。薄れゆく意識の中、力ずくでお宝の小箱を壊して黒いバッジを取り出すあの女の恐ろしい笑顔が見えていたよ。目覚めた時にはあの凶暴な女はどこにもいなかった。まったく恐ろしい体験だったよ。かわいそう。どうやらメギストリスの、メギストリスの都にあった闇のキーエンブレムは、桃はケイトに奪われてしまったようだ。ホーロン、ああ、わかった。うわぁ。あの人。ろくでもねえな、あいつ。なんでこんな可愛いプクリポたちを殴れんの。エルジュ、奪われてた。しかも、ダンダダダンがすげえ手ひどい目にあって、かわいそうだった。どうだった、ヒューガ。メギストリスの都に封印されていた闇のキエムルは見つかったか。カクカクシカジカ。なんだと、おかしなトンブレロとケイトが闇のキエムレム桃を奪い合い、ケイトが持ち去った。奪い合うとかそういう問題じゃねえけどね。一方的だったらしいけど。ケイトともう片方はルンルンとかいうトンブレロだな。くそ、あの女、またしても闇のキエムレムを。そう焦るな、エルジュよ。ホーローだったわ。そう焦るな、エルジュよ。こんな感じだな。ケイトという女が闇のキエムレムを狙っているなら、残りの2つを探しておれば、いずれ嫌でも再会するはずじゃ。その通りだ。あいつが持っている青と桃の2つは、その時に奪い返せばいい。ボッコボコにしてやろうぜ、あいつ。うむうむ、今は気を取り直して、ヤカとキーの闇のキエムレムを探しよう。さあ、優勝しようじゃないか。ああ、だが、オーグリード大陸とドアチャッカ大陸の封印を確かめてきたが、やはり時の流れに消え去っていた。お前は早いな、足が。ちゃんとオーグレードとドアチャッカどっちも見てきたんだな。大陸中を闇雲に探すなんて。ってなるけど、静粛に。おっと、誰？おっと、ブロッケン。ブロッケン様が心当たりの場所を思い出されたのである。みんな心して聞くがよい。おっ
と。ブロッケン、ユーガ、わしも全力を出すとしよう。アストルティアを守るために。もしもドアチャカ大陸に闇の起源ブレムが存在するとしたら、心当たりの場所が一つある。おっと、どこだ。それはしばらく前よりボロヌスの穴の奥で並々ならぬ邪悪な気配を感じると、あの辺りに住む者が言っておった。どこだっけ、ボロヌス。彼の地の魔物が闇の起源ブレムの影響で凶暴化した可能性がある。一つ調べてみてはどうか。ありがとう、賢者ブロッケン。そうだな、ではエルジュ的にはこいつらの方が年下だよな。年下ではないけど、うん。これまではヒューガに任せっきりだったけど、僕もなんとかこの時代の地理が頭に入ってきた。今度からは僕も同行するよ。ドバチャカ大陸ボロノスの穴へ行ってみよう。もちろん現地中、一緒に行った方が早いぜ。お前現地集合、お前大丈夫？それで遅れてきた俺、お前攻めるよ。ここのボスが結構強かったんだよな。こいつかアラグネが強かった。アラグネ覚えてんのになんでこっち覚えてないんだ俺。なんだっけね、完全に名前忘れちゃったよ。今度はだからあいつが持ってるってことでしょ。まあ余裕だと思うけどね。うわ、あー、まがまがしい。あら、まがまがしいでしょ。行こう、ぶちのめしに行こう。さーてと、名前なんだっけな。あれ、これエルジュも仲間に入るパターン、それ嬉しいな。あいつ何ができるの、特技とか職業的に何。あや、こんなムービーあったっけ。うん、おっと、落ちてきた。そうだね、ここだね。さて、名前、あの羽ついたあいつ、あ、こいつこいつこいつ、こいつなんだっけこいつ。あ、カバルナだ。力が満ちる。ちょっと待って、再び我の魂に。一瞬バイキンマンかと思ったけど違ったな。お前、あー、もうほら、もう宿ってんもん。てかネルゲルって、あいつってさ、あれだね、闇の根源の力使ってたけどさ、あれよりもさ、人のなんだろうな、魂とか奪ってた方が、あいつ、あいつってさ、大陸攻めてそれをなんだろう、殺した分あいつ強くなんじゃねえの。魂を奪った分強くなんでしょあいつ。うん、じゃあ行くか。クイー、俺もだ。うん、うつろなる死の淵より、はい、この力にて我はよみがえりたい。よみがえりたいに聞こえたね。いや、ねー、ちょっと悪いんだけど、あなたがね、よみがえったところでなんすよ。こっち、それからいろいろちょっと鍛えすぎだからね。なんだったらお前戦った時、あんま鍛えてなくても普通に勝てたからね。あとは、あとは何ですか。お、ビールジュ。お、何かっこいい登場してんだよお前。一緒に今度は僕も共に戦わせてくれ。あ、いいだろ。わかった、一緒に戦おう。対抗したくなっちゃうな、エルジュ。行くぞエルジュ、俺たちの力を見せてやるんだ。これはなんと好都合。何を言ってんの、好都合。どちらでもいい。はい、貴様らの体を。忘れてた、そうだそうだ、あのドゥラ委員長、こいつ乗っ取られかけたんだったね。そういえばそんなストーリーあったわ。そっか、ああいう感じで俺たちの体を奪おうとしてるけど、ごめん、くっそボコボコにしてやるわ。強いでいこう。エルジュ、魔法使いなのお前。でも吸収レベか。ちょっとステータス、でも MP だっけ、 MP だけやなお前。やるな、ちょっと羽もいでやるわ。まずはお前のその両端の羽をまずはもいでやるよ。ほらよ、ほらよ、お前がな、そんなことやったところでな、魔剣士さんがな、うちの魔剣士さんがお前のあのいてつく波動的なあれでやってくれるはず。ちょっと待って、バッチリになってる。やばい、命大事にして、お前頼むわ、そこら辺頼むわ、そこら辺のさじ加減。
ちょっと右の翼をまずはブチブチブチと、さあブチブチブチとこいつの羽をもぎ取ってやるぜ。一枚一枚この世に生を受けたことを後悔させてやるわ。おら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 、もげもげもげ。あ、眠っちゃった。あ、落ちた。よし、もげもげ。あ、よし、もう、よし、片方もげた。さあ、右のつ、今度は左だ。ほらよ。うー、楽しい。テンションバーン。あ、これもうもげんな。おっと、はしゃぶね。どこ、はしゃぶね。お、ぶつけた。え、なにそれ。エルジお前、俺の知らない技使ってる。すげえ。あとエルジ、てかさ、こういうさ、戦闘中に声入るの好きなんだよね。あと必殺来ないかな。必殺来たら俺の最強パターン。あ、エルジ死んだ。エルジが死んだ。エルジが死んだ。エルジが死んじゃったよ。必殺来いよ。必殺来いよ。よいしょ。あ、もう終わりよ、これ。だいぶ。必殺来てほしい。必殺来てほしいんだけど、必殺来ないからもうこれでいいや。えいやー、こらやー、ありゃー、戻っちゃった。あれ、必殺来て、俺こいつをもう二度とこの世に生を受けたくないと、来世も生まれたくないなって思わせるぐらいボコボコにしたいの。ああ、会心完全ガード、ナイス。よいしょ、変化メゾ。ああ、来ないな、必殺。こんな必殺来ないことある？あ、まあいいや。いや、でも変えられんだからすごいね。あ、ちょっと見てみたい。どうやんの？あ、強え。すげえな。あいつも成長したよな。すげえな。なんか今、ベレノーマ誰かやってなかった？気のせい？あ、必殺来た！いやー、もう終わっちゃったー。終わっちゃったよ。口ほどにもない。もう必殺チャージ最後に行くんだよ。もっと序盤でやりたかったなー。まあ、いっか。うん。弱かった。クエスト進んだわ。もうかわいそうだもん、こいつ。もう、お前がね、眠ってる間にね、こっちはもういろんな冒険して、なんだったら神を殺したからね。お前の出る幕じゃねえんだよ。バイバイ、ごめんな、こんな人間で。あ、人間プクリポだけど。気配が薄れていく。そうだね。え、キーエンブレムどうすんの？今取んないとケイト来るぜ。ブリュースター闇のキーエンブレムが、天魔クアバルナの残留思念に力を与えていたのか。え、クアバルナじゃなかった？クアバルナだった。あ、でもクアバルナの方が自然だな。そうなんだ、クアバルナなんだ。残留思念ね。あいつ体ないもんね。あ、来るよこれ。あ、来た。うわー、ルンルン。いや、大丈夫、こいつは蹴り飛ばせる。お、すげえ、お前そんなことできんだ。何者だ。あー、すげえ、はちゃぶねの応用か。はちゃぶねしか。お前そういう声だったね。はちゃぶねしか。なぜ僕がハザブネスと知っているね。なんで知ってんだろう。さて、なぜだろうな。え、この声はわかんない。誰、ルンルン。あ、化けてんのかな。ケイトか。あ、ケイトか。あれ、ルンルンってケイトか。そうか、あいつが君に怪獣プスゴンたちの討伐を命じた。例のトンブレロなのか。あいつ結局諦めたけど何しに来たんだろう。おそらくあいつは、ネルゲル復活のために闇のキーエンブレムを集めて。おっと、どうして、大丈夫。え、あ、ちょっと待って、闇のキーエンブレム持ってるからじゃない。少し疲れたみたいだ。やっぱり僕に戦いは向いてないのかもな。でも頑張ってたじゃんお前。だって一撃で5000ダメージ与えられるんだから、お前だいぶいいぞ。だいぶそこら辺の冒険者よりお前頑張ってるよ。俺よりもなんだったら頑張ってるかもしれないぞ。90レベルだぜお前。124レベルになったらお前多分もうちょい火力出るよ。いけるいける。残る闇のキーエンブレムは一つ。ため息疲れた。
すぐにでも探しに行きたいところだが、うん、ルンルンのことを賢者たちに報告したい。そうだね。ひとまず放浪の隠れ家に戻って改めて出発するとしよう。わかった。じゃあ一旦ここで終わりにしとくか。うん、じゃあいる。じゃあヒューガに、うん、はい、渡したもらった。うん、でもよかったね。とりあえず2個こっちで保管してる感じか。緑と黄色か。あーとはあれだな、オーグリードのやつがどうなるかだよな。よし、さあ、じゃあ一回エルジュに話すか。先に帰って悪かったな、ヒューガ。あんな強敵と戦う。強敵ではなかった、大丈夫だ。あ、まあお前死んでたよな、結構な。ごめんな、初めてだったから疲れてしまったらしい。これでケイトの手には青、桃の、闇のキエムルムが、うん、僕たちは緑、黄色を手に入れた。すぐにでも最後の赤を探しに行きたいが、どこにあるのか目星すらつかないし、実はまだ本調子じゃなくてね。闇のキエンブレム赤の手がかりがつかめるまでは悪いけど、しばらく休ませてくれ。あれ、これ終わるか、もしかして今回。エルジュ、疲れているところすまんが、闇のキエンブレムさえ見つければ闇をネルゲル復活は防げるのか。いや、500年前と同じように再び厳重に封印を施さなければ危険は。破壊しちゃえばいいんじゃないの。できないのかな。だが五大陸の封印は全て消え去ってしまっていた。代わりの方法があればいいんだが。あんじゃね。うん、ふむ、そういえば世界の危機に備え、かつての賢者たちが大いなる封印の祭壇を作ったとどこかで読んだことがある。なんだろう、俺が見たやつかな。知らないか。あ、いや、おっと、エルジュ、ん、本当か。あ、お前は知らないんだな。うん、詳しいことは今回手に入れた、その闇のキーブルームキーを預けてくれればわしらが調べて。あー、終わる感じする。感謝する。賢者放浪刑者ってなんだ。ヒューガ、君の持っている闇のキーブルーム黄色を、賢者放浪に預けてくれ。わかった、預けます。あ、ちょっと待って、本物。ちょっと疑っちゃう。大丈夫かな。おっと、忘れるところだった。あ、これはエルジュだった。おっと、忘れるところだった。君にお礼を用意しておいたんだ。遠慮なく受け取ってくれ。うん、10倍、うん、10倍、うん、そっか、終わっちゃった。え、これ次で終わる ?3 話で終わるか、これ。ヒューガもあちこち奔走して疲れてるだろう。最後の闇のキーエンブレムを探す前にお互い体を休めておこう。あ、え、ヒューガはホーローの隠れ家を後にした。え、終わるか、これ。え、嘘、終わるかな。え、逆に3話がめちゃくちゃ長いとかなのかな。もう一回終わるか。はい、ということで、じゃあご視聴ありがとうございました。いや、なんかさ、まだあと2、3話続くぐらいの感じじゃない。これ本当に3話で終わる。なんかそんな気がしてならん。まあいいや。はい、ということで、じゃあご視聴ありがとうございました。またね、本編動画もやっていくのでよろしくお願いします。で、また来週もね、10を超えていけ続きからやっていくのでよろしくお願いします。じゃあまた次回お願いします。あと、よければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。じゃあバイビー。